カレーって何入ってたっけ？人参、じゃがいも、玉ねぎ、ピーマン、舞茸に、ふきのとう。ふきのとうとふきって一緒？カレーでいいよね。人気ナンバーワンの国民食。ラーメンとカレーで迷ったんだけど、ラーメンじゃちょっと浮くと思って。花村とかどんな具が好きかね。あいつ細かく文句とか言いそうだし。上の階に行ったんだっけ？聞いてくる？そこまではいいよ。それになんか準備があるって言ってたし。ねえちえ、カレーに片栗粉って使うよね？そりゃ使うんじゃん。使わないととろみつかないよね。じゃあ片栗粉と小麦粉もいるかな。小麦粉ってあれでしょ、薄力粉と強力粉、どっちだろう。強い方がいいよ、男の子いるし。じゃあそれと、あった、唐辛子。辛くないとカレーじゃないよね。いいや、もうらしいものを何でも買ってこ。ならキムチも買ってかない？あと胡椒？胡椒は白と黒があるよ。お、さすが旅館の娘。とりあえず両方買おっか。そうだ、隠し味もいるよね。そういやテレビで言ってたな。確かチョコ、コーヒー、ヨーグルト。私好きなチョコあるんだった。あ、けど私コーヒー苦手だからコーヒー牛乳でいいよね。あ、魚介も混ぜる？きっといい出汁が出るよ。ゴミ拾いきつかった。チャリ丸ごと投げてくとかありえねえだろう。タグ捨てたやつが拾えっつーの。それやか飯飯、あー腹減った。女子の手料理だぜ。ま、里中には正直あんま期待してないけど、天城は老舗旅館の跡取り娘じゃん。すっげえの来るぜきっと。ん？なんで遠慮すんの？俺そこまで食い意地張ってねえって。いやマジ楽しみなんだけど。これ味見する？え、ゆきこがしないならしない。お、来た来た。あっと、お待たせ。その愛情は入ってるからさ。お、入っちゃってる？それベタなセリフだけどグッとくるな。じゃあいただきます。うわ、あう、あうわ、え、ちょ、あんじゃこりゃ。おめえらどんな、ブハッ、あれは辛いとか甘いとかだろ、これくせんだよ。それにジャリジャリしてんだよ。ジャリジャリしてる上にドロドロしててブヨブヨんとこもあって、もういろんな気持ち悪いのだらけで飲み込めねえんだよ。いや、なんかうまく混ざんなくてさ。けどバラエティ豊かな食感がまっちいんだよ。な、何よ。てかそれはあんたの感想じゃん。真顔で言っとくぜ、やめとけよ。遊びで進めんのもためらうわ。
すみませんでした。ごめんなさい。はあ、どうすんだ。俺らの班飯抜きじゃん。せめて食えんならいいけど、こんな物体 X 無理だろ絶対。いい匂い。大谷花子。背に腹は変えられねえ。バイクの雪辱、ここで果たしてやるぜ。なあ、大谷、そのカレー余ってね。てかくれ、くだせ。猛烈に腹が減ってるだよ。無理ね、ダイエット中だからこれっぽっちしか作ってないし。これっぽっちって軽くバケツぐらいあんじゃんよ。なあ、なんとか出前とか取れねえかな。携帯圏外だから。てか、もう食事の時間終わっちゃうし。テントに戻れ。男子は男子、女子は女子のテントだぞ。ほらほら、早く動け。若いもんは食ったらそっそと寝るんだ。あとは先生たちが酒じゃなかった、とにかく寝ろ。シャトー。恨むからな。おやすみ。二人とも林間学校初めてなんだよね。班ごとに飯盒水産の材料買っていくんだろ。聞いた聞いた。メニュー何にするんだ。ラーメンとカレーで迷ったんだけど。カレーの方がいいな。じゃあカレーで決まりね。おい、俺の意見も聞いてくれ。カレー、絶対カレー、キャンプはカレー。うるさいよ、終わったから。なあ、林間学校って何するんだ。昼間はゴミ拾わされて終わり。げ、マジで？それ聞いてねえし。まあそれ以外はちょっと楽しいよ。飯盒水産やったり、テントで寝たり。俺たち4人一緒の班だよな。ってことはテントも同じ。テントは男女別々。がっかりだよ。そういえば去年は解散した後に河原で遊んで帰ったよね。そうそう、そうだった。河原って泳げるのか。ああ、泳げんじゃん。入ってるやついたよ。なあ、俺用事思い出した。悪い、すぐ戻るから。ちょっと、買い物は。なんだよ、あいつ。消さな。あれ、あいつだわ。まだ買い物してる。まあ、天城に任せておけば安心だろう。なんつったって、老舗旅館の次期女将だし。どうしたんだ。かミミズ。蚊とミミズなの。入ってないってよかった。作ってる途中で入っちゃったのかと。ほら大丈夫か花村。カレーが辛かったのか。普通だと思うよねえ知恵。心配なら鳴神くんも食べてみたら。そうだね、味見してみたら。え、じゃあ、いただきます。ペスだ。あんじゃこりゃ。おめえら、どんな作り方さ。やっぱり味見すればよかったね。その勇気はなかった。カレーは普通辛いとか甘いとかだろ。あれくせえんだよ。新食感だった。ジャリジャリしてる上にドロドロしててブヨブヨんとこもあって、要するにもう気持ち悪いんだよ。なんかうまく混ざんなくて。愛情は入れたんだけどさ。愛情って一体何突っ込んだんだよ。カレーに片栗粉って使うよね。そりゃ使うんじゃん。使わないととろみつかないよね。じゃあ片栗粉と小麦粉もいるかな。薄力粉と強力粉どっちだろう。強い方がいいよ、男の子いるし。あとは唐辛子。辛くないとカレーじゃないよね。キムチも辛いよ。あと胡椒。
保証は白と黒があるよ。さすが旅館の娘。あと隠し味もいるよね。そういやテレビで言ってたな、コーヒー混ぜるんだっけ。あ、けど私コーヒー苦手だからコーヒー牛乳でいいよね。魚介も混ぜる、いい出汁出るよ。出汁物何でも買ってこう。すみませんでした。ごめんなさい。はあ、どうすんだ俺らの班、飯抜きじゃん。せめて食えるんならいいけど、こんな物体 X 無理だろ絶対。美味しそうね、その金。え、大谷さん余ってるの？うん、あ、どうぞどうぞ、よかったら。はーん、うん、あら新食感。